そうしましたらね、今回は2019年、新たにね、リリース、モデルチェンジをしたこちらね、ライトゲームに向けたロッドシリーズ PNL、こちらのねご紹介、していきたいと思います。で、まあ、従来のね PNL はね、味ゲーム用、メバルゲーム用という形で、まあ、魚ターゲットにね対してカテゴライズしていたのに対して、2019年新たに、モデルチェンジしたこちらのピンイールは、各ゲームスタイルごとに、適応した、まあ、対応したね、形でのロッドをラインナップしております。という形でね、まあ、ライトゲームで狙えるターゲット全てをこう網羅していくことが可能なロッドシリーズになってますんでね、それぞれ1本ずつその特性と特徴、説明していきたいと思います。はい、そうしましたらまず1本目、こちらね PFGS の56の UL です。でこちらはね、5フィート6インチシリーズの中でも最も短いレングスになります。で素材としてはね、全身これチューブラなんですね。で狙いとしてはもう指先感覚で扱える感度、これを追求したモデルです。じゃあ具体的にねどういった釣りってなると、例えばアジングなんかでのジグタンね、もしくはまあメバルゲームなんかでも縦の釣りでフォールを感知していきたい、そういった形で感度を優先していきたい釣りに対して、この1本、特化した、ねモデルの特性を持っています。で、まあ、ティップセクションがね、チューブラという形で比較的パワーも備えて、で感度を減衰することなく手元に伝えることができるという形で、キャストの、ね、ロングキャストこそこのモデルね得意ではないんですけども、しっかりとアキュラシー正確性を備えたキャストをして感度よく魚をかけていくと、そういったモデルになりますね。そうしましたらねこちらが2本目になります。こちらね PFSS の59の UL です。5フィート9インチというレングスで、このモデルはティップセクションにねソリッド採用してます。でこのソリッドがね、まあ、いわゆるね男性の高いソリッド採用したモデルです。ですので、基本的には感度重視のソリッドモデルという形になるんですけども、ソリッドモデルならではの、まあ、軽量ルアーのねキャスト性能、こういったところはね、ソリッドならではなんですね。まあ、本当にコンマ4、コンマ3といったジグヘッドなんかもしっかりとキャストできる、それでいてしっかりとこう潮に流していくような感度も手元に取るということができます。まあ、具体的に、まあ、ジグタンなんかのね超軽量ジグタンなんかの釣りなんかにも非常にマッチした一本になりますね。はい、3本目ですね。こちら PFGS の63の UL です。6フィート3インチのチューブラティップを持ったモデルですね。でこのモデル、どういったシチュエーションで使うのが有効かというと、やっぱりね6フィート3インチになると今度ねロングキャストが可能になってきます。でどうしても遠くのポイント狙いたいなといった時にはこの6フィート3インチの長さが効いてくる。でチューブラティップっていうのはもうルアーを乗せた時のパワー感っていうのはソリッドよりありますんで、例えばプラッギングなんかをね織り交ぜた釣りですね、そういったゲームにも向いてます。例えば港周りで、まあ、メバリングやっていくときにハードルアを多用するよといったような釣りなんかには、非常に有効な一本、ね、それでいてジグタンも織り交ぜるよなんていう形になる、まあ、いわゆる港湾ゲームのオールマイティーな、ね、性能を備えた一本ですね。はい、続いてねこちらが PFGS の 86UL プラスです。でこちらのモデルね、ティップセクションまでチューブラなんですけども、ライトゲームに向けたロングロッドという形で8フィート6インチあります、ね。これがね、狙ったモデル、狙うシチュエーションとしてはですね、ロングキャストかつ足場の高さであったりとか、もしくは、ゴロタバなんかの釣りに向けて、まあ、キャストの、ロングキャストが必要であったりとかね、自分が水際まで立てないようなシーンに向けて作った一本なんですね。なんで例えばゴロタバで尺目板狙うよっていった場合はこの UL のプラス、ね、一回り UL よりもあるパワーが、まあ、
根に突っ込もうとする魚を十分にこう溜めることができて、そして浮かせることができる、そんなパワーも備えた一本なんですね。なんで、まあ、足場が険しい、ちょっと厳しいなっていったところでライトゲームをする向きにはもう最適な一本になるんです。さあ、続いてはですね、こちら PFSS76UL というモデルになります。でこれ7フィート6インチなんですね。でティップセクション採用しているのはソリッドなんですけども、これはね、いわゆる弾性率を落としたソリッドのティップになります。こんな感じ、すごい柔軟性を持ってますね。でこのソフトティップ、ね、ソリッドならではのソフトティップを持つこの76、ね、どんなシーンで使うかというと、横に巻いてくる釣りですね。例えば、まあ、ジグヘッドを使ったワーミングであったりとか、もしくは、ミノを使ったプラッキング、それをキャストしてリトリーブで釣っていくような釣りですね、そういった横方向の釣りに対して魚がバイトした際にティップがね、ふーっとこう追従していくんですね。そうすると魚にこう違和感を与えずに深いところまでフッキングを可能にすると、いった形で非常にね、乗せ調子といった感じの竿に仕上がってます。で使うシーンとしては7フィート6インチありますんで、まあ、若干足場の高い港湾は、もちろんのこと、例えばジーソなんかね、ちょっと長いモデルが欲しいなっていうシーン、そんな中で非常に手返しよくかつね、小回りの効くレングスでいてロングキャストもできるよという形になりますんで、まあ、薪の釣りね、おすすめの一本です。さあ、ここからはですね、2019年のモデルチェンジに伴って、まあ、新たにねピンウィールのシリーズにラインナップされた、ロッドを紹介していきます。まずはね、そのうちの1本、こちらがね PFGS の69の UL プラスです。でセカンドネームとしてねティップパワーカスタムという名を与えていますけども、まあ、その名の通りチューブラのこのティップかなりねパワーを持たせたティップセクション、これが特徴なんですね。で一番得意とするシーン、ね、これはねロッドをねトゥイッチしてルアーをアクションさせていくような、そんな釣りに向けた一本なんですね。で UL プラス、ね、このパワーが例えばロッドをトゥイッチした場合にねしっかりとトゥイッチのパワーを減衰することなくルアーに届けることができるんです。なので、まあ、今ねこれ実調シーンなんですけども、今使ってるこのピーミール、これはね6級の UL プラスティップパワーカスタムですね。で、まあ、ティップパワーカスタムの名の通りねアングラの入力をね殺すことなく、ルアに伝えることができるティップパワー、これをね備えたモデルなんですね。なんで、このように今日今メッキ狙いなんですけども、PP ペンシルとか、ピグリ、このようなルアーをねトゥイッチで刺す、お、出たよ、もうちょい、もうちょい、ほら、ほら、お、見える、結構派手に出てくるんだけど乗り気、おーが出た、もうちょい、もうちょい、もうちょい、思い通りにアクションできますからね。で、6フィート9インチっていうこの長さがね実はね、決め手でしてね、キャストのアキュラシーと、まあ、飛距離の、バランス、これが非常に優れた長さに行き着いたところですね。で加えてトゥイッチをした時に非常に軽快に操れる、そんなレングスですよね。お、チェイス見えた今、あれね、まだ後ろ、お、まだついてるよ、まだついてる、まだついてる、ここのブレークで食ってこい、おっと、おるとぜ、きただね、丸見えだったでしょ今バイトね。これがねもうメッキゲームの最高の醍醐味ね。いいファイトしますよ、おー楽しい、おーついてきたね後ろから、浪人のメッキです、よし、ロキュー UL プラスね、ピンミール、ご覧いただいているように例えばペンシルであったりとかポッパー、シンキングミノなんかをね、ロッドワークでこう誘っていく際に、非常に使いやすい一本
なので、まあ、対象魚としては例えばメッキなんかに代表されるように追地を多用する釣りにはこの1本なんですね。はい、続いてはね、2019年のピンウィールに加わった新しい3本のうちの2つ目の機種 PFGS の 75L プラスです。でこちらね、サブネームボトムカスタムという名の通り、ボトムにねルアーをコンタクトさせていくようなゲームに向けた1本になってます。でティップセクションまでねパワーを持たせたチューブラモデルなんですけども、ティップがねすごい柔軟なモデルでボトムの感知しながら釣りをしようと思うと、どうしてもね障害物に乗ったルアーを外しにくいんですね。ちょっとそのまま寝掛かりで乗ってしまうことが多いんですけども、割とねこの、ティップにパワーを持たせることでスタックをせずにパッと障害物からルアーをリフトして、ね、持ち上げることができるんですね。でそういった若干でスティッキーな使い心地、まあ、シリーズ今最強のパワーを備えた L プラスというパワークラスなんですけども、この特性を生かすことによって寝掛かりを回避しながら釣りを展開することができます。例えばね、今ご覧いただいているこちらのシーン、ゴロタバなんですけども、まあ、そこでね旗を狙ってます、ね、ピンウィール7号の L プラスボトムカスタム、ね、そこを感知しながらねしっかりと今ボトムレンジを釣っていきます。小さい餌は際にいますね。ある程度ねこうパワーを備えたチューブラトップっていうのはね感度に非常に優れますんでね、着底感度っていう面でも有利に働いてきます。ね、これがね柔らかい竿だとねどうしてもねスタックしかかった時に竿がねルアーを弾けないんで寝掛かりしてしまうんですね。一度ボトム取ってそこからね、スローにリトリーブで、リトリーブしてくるとね途中でまたボトム当たりますんで、そこからまたスローリトリーブ、よっしゃ、くたっね、ビズのスローフォールが効きましたね。ボトム感知しながら今ね丁寧に探っていきましたね。今ロッドはピンウィールの 75L プラスボトムカスタム食いましたね。やった、うー、闇旗やった、嬉しい。ロッドはねピンウィールの 75L プラスボトムカスタムね、まあ、ボトムカスタムならではの、まあ、感度とそれからね、寝掛かりと回避能力、これを生かしながらね低層、今は縦の動きでしたね、下から30センチぐらい意識しながら、リフトそしてフォールを繰り返していくという形でね、いい当たり、そしてこのサイズでもすごいファイト、楽しい。ボトムにコンタクトさせながらこのように釣っていく、ね、そしてこう寝掛かりを返して魚を取って、ね、こんな釣りね、展開していくための一本、ね、まあ、ご覧いただいたハタをはじめね、クロダイなんかにもね非常にマッチした一本になってます。はい、そしたらねこちら、新たに加わった3本のうちの、まあ、最後の1個、PFSS77L です。でこのね、モデルの特徴はティップセクションに柔軟なソリッドティップを与えています。ね、ここは76の UL と結構共通する部分なんですね、まあ、巻いてってこう乗せていくようなそんな調子を持たせたティップセクション、これに強めのバット、今ねこれかなり力入れてますけど強いバット、これをね融合したモデルです。なので、まあ、どんな釣りに向くかというと、ごく軽量なルアーを使ってでかいターゲット、大きいターゲット、ね、これを狙っていこうという向きに向けた一本なんですね。どうしてもねマイクロベイトをこう捕食していくようなシーン、ゲームシーンなんかではね小さいルアー使うこと多くなると思います。でそういったものをしっかりとキャストして、かつ
繊細なバイトを乗せるティップセクション、それでいざ魚がかかった時には魚をね安心して寄せてこれるだけのパワーをバットが備えるといった形で、結構性格としてはピーキーなんですけども、ターゲットの幅を広げるという意味では非常に有効な一本になってきますね。